イングルヌックのワイナリーイングルヌックはカリフォルニア州ナパバレーにあるワイナリー。1887年にグスタフ・ニーバムによって設立された。フランシス・フォード・コッポラによって1975年に買収され、ニーバム・コッポラワイナリーと名前を改めた。広大な敷地にはブドウ畑とワイン製造工場の他にビジター用の施設が併設されている。 この建物内にはワインショップとテイスティングルーム以外に映画に関する博物館が併設されている。映画が発明された当時のスプロケットシステムの実演やフランシス・フォード・コッポラが監督した作品のストーリーボードやプロップなどが展示されていた。2006年、コッポラは新たにワイナリーを取得し、そこをコッポラ・ワイナリーとした。 ニーバムコッポラワイナリーにあった映画のプロップは新しいワイナリーに移動され、このワイナリーはルビコンワイナリーと名称を変更され、扱うワインはルビコンをはじめ高級志向になった。それまで売られていた比較的安い価格帯のワインはコッポラワイナリーで販売されている。2011年、コッポラは本来のイングルヌックの登録商標を取得し、ワイナリーの名前を 本来の名前であるイングルヌックに戻した。ワイナリー全部より登録商標の方が高価だったという、ありがとうございます。